こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。今日は時短でできるおしゃれなお団子アレンジをやっていきたいと思います。はい。お団子を作るとき、ベースがすごく大事になってくるんですけど、ベース巻くのが苦手な方、こちらのアイロンを使うとすごく簡単にベースが巻けるので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。スタート。エアスリークアイロンを140度で巻いていきます。手先を外羽に巻いていきます。これくらいしっかりカールがつきます。反対側も同じようにやっていきます。ベイビーオイルを使います。4滴くらい出します。手のひらにしっかり伸ばして、毛先から表面までしっかりとつけていきます。遅れ毛は前髪と生え際の隙間を埋めるように下ろすのと、もみあげも少し下ろします。幅はだいたい1センチから 1.5 センチくらいで下ろします。耳上で半分に分けます。耳の高さくらいでお団子に結びます。お団子の部分を持ちながら、真ん中、底の横、反対側と今出したその間の部分を2箇所ほぐします。下の髪の毛を半分に分けます。右側の髪の毛をお団子の毛先と一緒に下からねじりながら巻きつけていきます。ゴムで結びます。残りの髪の毛を上からねじりながら巻きつけていきます。左側に毛先を持ってきてゴムで結んでいきます。ねじった部分を少しほぐします。もみあげの部分を外羽に巻きます。顔周りの部分は外巻きに巻いていきます。反対側も同じようにやっていきます。指先にオイルをつけて、毛先を保湿しながら少し裂いていきます。後ろもつけてほぐしたら完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。髪の毛の量が多い方も小分けにすることですごく簡単にまとまりますし、忙しいママさんも時短でパパッとできちゃうアレンジなので、ぜひやってみてください。バイバイ。ありがとうございました。